誕生日ねえ聞いてください、 YouTube の配信しますってめっちゃ告知もしてアカウントも公開してやってたんですけど、なんかできなかったんです。ほんまにごめんなさい、申し訳ないです。はい、ということで、でもせっかくなんでインスタライブをしたいと思います。皆さん一緒に乾杯する準備はできてますか？イエーイ27歳になりました。本当にもうびっくり、そんなとこもみゆきちゃんらしい、ありがとうございますちょっと今最近購入した iPad の方で配信してるので、ちょうどね携帯でコメント見ながらやってみようかなね。ハッピーバワイン用意してる。あ、じゃあ早速、私はなんとこちら、じゃじゃん、銀色のやつですやってみたかった、銀色のやつでしかなかったんですよ。なんかお家に去年ミラノの、イタリアの ミラノの方で写真集の撮影をさせていただいて、その時にお土産でその自分に甘いワインを買ったんですね。なんかデザートワインで、それあるんですけど、まだある、まだある、全然飲んでないやんって感じやねんけど、あるんですよ。でもそれはちょっとでかくて、開けるどうし、開けたとしても飲みきれないからもったいないかなと思って、でもそんな感じが続いて全然飲んでません。賞味期限どうなんやろ。ということで乾杯しましょう開けます。あ、これ全然このアサヒスーパードライさんの宣伝とかじゃないです本当に勝手にお家にありますでは皆さん、私ミルキーの27歳のお誕生日を記念しまして、せーの、乾杯いただきます。うん、やば、ちょっとだけこぼしちゃった。うん、おいしい、おいしいです、おいしいですね。みんな何飲んでるの？乾杯何飲んでますか？ハッピーバースデー、嬉しい、たくさんコメントいただけてハッピーです、幸せ。ちなみに私はこの量の、ビールをこんくらい3分の1飲むと酔っ払っちゃいますはい、昨日ね12時にちょうど回る頃の話しようかな、お誕生日迎える瞬間すごかったです。お友達にもめっちゃお祝いしてもらってサプライズでした、ありがとうございます。でせっかくお友達にもたくさんお祝いしてもらって、後でプレゼントを開封したいと思いますね、一緒に見てください、紹介しますプロテイン飲んで酔っ払っ、酔ってるマッスル、え、すごい、プロテイン飲んで酔うんですか？それめっちゃ才能ですね。僕友達にミルキーの誕生日って宣伝した、え、ありがとうございます、いっぱい宣伝してくださいね。熱出てしまって爽健美茶飲みました。うん、いいですね。
もしかしてチャプミンの CD？ ん？ CD？ 残ったビールちょうだい。いや、今日はせっかくなんで、普段だったらここぐらいで酔っ払っちゃうんですけど、もう全部完食したいと思います。なので、まあ、配信ということで事故が起きても見てる皆さんの責任です。やばいよやばいよ、もう酔ってる。酔ってません、まだ大丈夫まだ大丈夫です。模様替え終わった、終わりました。じゃじゃん。今日でも早速もうプレゼント紹介いきますかね。チャプミン、え、ミルキーお誕生日でありがとう。何歳になったの？27歳です。大人です、本当に大人になりました。ママにもお祝いしてもらいました、毎年恒例。お母さんも今日ね、お洋服はあのマークスタイラーさんとコラボして作ったワンピースを着てます。可愛くない？これね、結構ねお友達からも好評で、あの欲しいから欲しいねんけどとかめっちゃ連絡もらう、親戚とか可愛い？可愛い？うん、ありがとう。じゃあ早速ね、しかもね、これもねお友達たちが用意してくれて、みんなで嬉しい。今日の主役は私ということで、プレゼントを開封していきます。イエイ。あ、ちょっとおビールが邪魔ですね。さあ、じゃあこれ、じゃじゃん、こちらピアスです。これは誰からのプレゼントでしょう？ピアス、ちょっとなんかカジュアルなやつとちょっと綺麗な感じの揺れるピアス。これは私のママです。お母さん本当に産んでくれてありがとうございます。もうね、あ、ちょっとプルコギこれで遊ばんといて。これおもちゃじゃないの、やめて。あ、壊さないはい、いや本当にね、お母さんがこの世に私を産み落としてくださったから、毎日幸せにね、本当に幸せに過ごさせて、チャプミンともたくさん思い出を作って、すごい素敵な人生だなって思います。ママありがとう、見てる？さっきやってたけどずっと続いて今来ました。うわ、ありがとうございます。生まれてきてくれてありがとう、ありがとうございます。なんて嬉しい。ねえプーちゃんこれ遊ぶものじゃないよ続いていきます。こちら、この箱はスッコというお化粧品のコスメの袋に入っています。そしてじゃん、これはじゃん、スックとマック。これはスックのアイシャドウ、これはマックのハイライトなんですけど、こちらはリーちゃんです。近藤里奈ちゃんです。いや、リーちゃんはプレゼント何がいいって、前日とか前々日ぐらいからめっちゃしつこく送られてくるんですよ、 LINE で。でそのプレゼント何がいいって言われても、何もらっても嬉しいから、気持ちが嬉しいじゃないですか、選んでくれてる。だからなんか返せてなくて、何が欲しいやろうと思って、そしたら早く返事返してやみたいな、めっちゃ催促が来て、なんでやろうと思ってたら、そうサプライズで、あ、うん、そう、会ってこうサプライズしてくれたから、そういうことかと思って。で中身は、重い、重い
気になるね、イブちゃんはね。なんやろね、中身。これはね、スッカのアイシャドウやで。アイシャドウ、アイシャドウめっちゃ可愛い。デザイニングカラーアイズ08番です。はい、めちゃめちゃ可愛い。08番、リーちゃんがくれました。リーちゃんありがとう、ありがとう。リーちゃん、リーちゃんね、しかもお家にイブプルのベッドも送ってくれてるらしいんですよ。よかったね、イブちゃん、ふーちゃん、リーちゃんが送ってくれてるよ。楽しみ、届くの。どんなんやるな、新しいベッドくれねえって。はい、それでね、もう一個はこれ、マックのハイライト。これめっちゃ欲しくて、このマックのハイライト欲しいって言ったらこれ選んでくれました。みーちゃんありがとう、めっちゃ嬉しいほんまに嬉しい。なんか泣いた、泣きました、ほんまに泣きました。そしてこれはパックなんですけど、非公表のお友達からいただきました非公表、公式ではお友達って言ってないから、非公式のお友達からいただいたパックです。いっぱい使いたいと思います、ありがとうそしてとりあえず本日は最後の紹介になります。じゃーん、これ知ってますか？レプロナイザー 4D プラスっていうんですけど、何やと思います？非公式の友達はそうなりますよねいや、非公式の友達っていうのはお友達だよって言ってないけど、お友達っていう意味。これね、めっちゃすごい、すっごいね、言ったら高級なドライヤー。これの初代ぐらいのやつをもう私、美容師さんからプレゼントでいただいたことがあって、ずっと使ってたんですけど、これはもうすごいらしい。これはね、誰からでしょう、当たる人いるかな。当たったら同じものを私からプレゼントしようかな。嘘やけどさあ、当てて、これ誰がくれたか当てて。かっこいい、初代私は持ってる。お、持ってる、お揃いや。当てて、秋元さん違う、あ、サヨネも違うな、特にも違うな、キッチも違うな。あれ、まだ全然出ないね。もうみんな外れということでよろしいでしょうか。はいはい、タイムアップ。皆さん残念でした、甘いですね。こちらのドライヤーはまーちゅんがくれました。嬉しい、まゆーありがとう、ありがとう、幸せですもうね、嬉しいです。お誕生日ってお友達にも祝ってもらえるし、でもあの27歳の抱負はって言われて、そこでも言ったんやけど、プライベートでも その目標なんて言うんですか、抱負は、なんとやっぱりチャプミンと楽しく、チャプミンを大切に思って一日一日過ごすことですって言ったんですけど、はい、ここでも言いましたちょっと恥ずかしいけど、ここで言うの、やっぱりなんか一普通の一人の女の子としての人生の中でも、チャプミンがの存在が一番大きいというか、本当に大好きです
ありがとうございます。さあ飲んでますか皆さん。いや応援してくれてる人皆さんチャプミンですけどね、チャプミンって名乗ってくれればチャプミンなんで、チャプミンです。うん、はあ、銀色のやつ飲んでる人、はーい、飲むの忘れてた。大好きが溢れる、ありがとうございます、嬉しい。私はお茶です。うん、確かにお茶が一番や。私も大好きです、ありがとうございます。うん、毎日真剣に行きましょう。イブブルちゃんの足音が可愛い、可愛いって、よかったね。はあ、幸せ。なんかすごく夢心地なお誕生日でした。みんなもね、なんかその渡辺美由紀のハッシュタグで渡辺美由紀生誕祭2020っていうのをハッシュタグでやってくれてたから、それ見てたんですよ、ツイッターで。ツイッターとかもやし、あとインスタとかもやってくださってたから見てて、ほら、あ、ほら、ダメ、ふーちゃん無事です、やってくれてたから。え、無事じゃない、壊れてる。あ、そう、メッセージ見させてもらってて、なんかケーキ買ってくれて、私その場にいなくてもお祝いしてくださってたり、めっちゃ嬉しかった。なんかたくさんメッセージも来てて、一つ一つがほんまにありがたいなと思って、めちゃめちゃ幸せな気持ちになりました。ありがとうございます。金木犀の時期だよみゆきちゃん。え、そうやな、推しってそういうもん、遠くにいても思いはつながってるからね。確かに今年はね、なんかまあミルキー推しじゃない方もミルキー推しの方も、なんか自分の応援しているね、なんかね、みんなとね会いづらかったりそういう時じゃないですか。だからすごい、なんか私たちもめっちゃやっぱ会えないっていうのはすごい寂しいし、うん、もどかしいし、なんかそれって本当にみんなそうなんやろうなって思うけど、でも絶対にまたね、今まで通り会える時が絶対来ると思うし、だからそれまでちょっと、うん、寂しいけど、こうやってたまにでも話せたらいいなって思うので、はい。でも YouTube が生配信できないのはどうしたらいいんやろ。なんかもしかしたら登録者数、チャンネル登録数とかのなんか2か超えないといけないとかかもしれなくて、ぜひやりたいけどね。でも動画編集して作って投稿する気はあんまりない、あんまりなくないけど、できたらしたいけど、生配信したいなって思ってて、でもやりたいから
ちょっと考えますまあでもできなかできたらできるようになったら YouTube で配信するけど、全然インスタライブでもいいかなって思いましたはい、適当です、みませんプロに編集してもらったら、プロか、なんか自分のこと知ってくれてる人とか、自分の良さとか、すごい、それこそチャプミーとかでプロの方がいたらすごい頼みたいけど、そうじゃなかったらさ、なんか頼みづらいというかそうだから、って考え中。そうでもね、ユーコスも YouTube のことなら何でも聞いてくださいねってこう連絡くれたし、近くにねそうやって詳しい方とかいるから、いつかできたらいいなって思います。気長に待っててください。あいにょんとラジオやって、あ、やりたい。 YouTube でラジオすればいいんじゃんで、それこそね、力が強いプーちゃん見ても、なんでもおもちゃ、ほらすごいやろ、すごいやろ、力やばくないですか、なんでも壊すんですこれ怒ってるんじゃなくて、遊んでほしいときうなっちゃうタイプなんですよ、プルコギは。喧嘩始まる、強い力が気長に応援してます、ありがとうございます、皆さん本当にね。ちょっと私もやりたいときに やっていいよってファンの方が言ってくださってるから、やりたいくなったらやりますね。やんちゃ盛りすごいでしょ、結構おもちゃ大好きなタイプなんです、イブプルちゃん。なんかワンちゃんによっておもちゃ全然興味ないとかスルーみたいな子とかも結構いるらしいんですけど、めちゃめちゃ好き でしかもあげてもすぐにおもちゃ壊すから、もうコスパがめっちゃ悪いっていうこうやっていつも遊んでますうちの子もおもちゃ大好きです。てかめっちゃ暑い、めっちゃ暑くなってきた。冷房上げる、で、あ、冷房下げる、温度下げます。え、暑い、めっちゃ暑いねんけど、暑いよ。この主役のやつもいらんかなはー、じゃあいっぱい飲みますね。今半分くらい飲んだ。出まくりしたら涼しくなるよ。確かにこれちょっと秋服なんで、ニット素材やしね。暑かった、ミルキーみたいな女性になりたい。え、ありがとう生まれ変わったらみゆきちゃんのワンちゃんになりたい。でもね、私よくイブに言うんですけど、もし来世でイブが人間で私がワンちゃんやったら、あのシュプレモのドッグフードを食べさせてなって言ってます。美味しいドッグフードを食べさせてな、来世私が犬で生まれてイブが人間やったら。わかった、ありがとう、頼んだよ来世。何？来世頼んだよ。ホテッタミルキーめっちゃ好き。ホテってないで。美味しいやつ頼んやつ頼んでる、可愛い。はあ、暑い。いや、飲んで、お酒を飲んで暑いんじゃないですよ。うん、
みんなミルキーイオムさんになる。なんで？少し寄ってるでしょ。可愛すぎる。嘘。そんなことないと思うねんけど。なんか今日はあんまりさすがに生配信して酔っ払うってことはないです、ないのかもしれないですね。指ハートして。はい、指ハート。今指ハートしよう。はい、指ハート、指ハート。はい、指ハートしよう。あー、これ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 、指ちゃん。指ハート、指ハート。かわいい、喜んでる。イブかわいいって。よかったね、よかったね、イブちゃん。もうね、めちゃ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 私のこと大好きなんです。イブおいで、おいで、おいで、ここ。かわいすぎるって。プルちゃん、プルちゃんはもうこんなことにしました。知らない間に。こら、プルちゃん、ダメでしょ、プルちゃん。はあ、大変です、子供たち。あー、ほら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 。お酒は弱い、弱いです。はい、昨日も乾杯してもらってちょっと飲んだんですけど、もうすごく、ものすごく良かったです。散歩は大変、大変です。結構お散歩、お散歩2匹連れてお散歩するのめっちゃ大変。もうね、あっち行きたい、こっち行きたいとかブーが結構言うんですよ。イブは結構あの、何やろ、ちゃんと分かってるっていうか、こうちゃんと見つめながら歩いて、どこ行くって感じで私がリードするんですけど、プルコギが本当になんか全然言うこと聞かなくって、だからブーちゃんこっちって言って言いながら歩いてます。野生化、後ろ後ろ野生化してますよね。思った。ほら、これね、イブが絶対譲るんです、おもちゃ。おもちゃをプルコギが絶対に取って、イブがもう優しい顔で見つめるっていうのが定番。ほら、プルコギが取りますよ、絶対勝ち取る。見といてくださいね、この喧嘩どうなるか。ほら、引っ張りやっこしてます。かわいい、引っ張りやっこ。どっちが勝つかな。多分プルコギです、多分プルコギやから、見てて。イブ、あ、イブちゃんならすぐこっち来ちゃった。そう、イブすぐおいでとか、イブって呼んだら一瞬でこっち来る、ちゃんと。めっちゃいい子。イブ、おいで、イブちゃんおいで、ほら、おいで、おいで、イブおいで、ジャンプ、イブジャンプ、いや、ここ、ここ、ここだよ。いないねー、おいで、おいで、抱っこしよう、抱っこ、よいしょ。この抱っこやの、おいで、こっち来るじゃん。何？もみ合うっていう。どうすればいいの今。抱っこでしょ。ほらほらほら、はい、抱っこちゃん。イブちゃんは未成年だから飲めませんよ。うん、イブくん偉いって。よかったね。お酒の匂いやろ。違います、違います、全然。まあ、ちゃんとご飯なくてもイブはおいでとか、イブって呼んだら一瞬で駆けつけます。駆
けつけてくれ。お座りとかできる。できますよ、バッチリ。古くぎちゃん嫉妬しちゃうかも。ぷーちゃんは嫉妬しません、超ドライなんで。プルコギはもう本当に私にそっくりです、性格が。言うこと聞かない、ドライ。でもたまにツンデレなんで、結構なんか甘えてくるんですけど、ずるいですよね。いつもツンツンしてるから、デレの時が余計可愛いっていう。うわ、可愛いなって思っちゃいます。ママ頑張ってる。ミルキーに飼われたい。もうカチューシャやばい。カチューシャやばい。でもなんかカミカミしてストレス発散できるのかなって思うと、まあ本当はダメなんですけど、しかもこれビジュアル的におもちゃに見えるでしょ。おもちゃに見えるからしょうがないですよね。はい、よかったに、おもちゃゲットしてよかったに、ふーちゃん。あざとい女の子だね、やってぷーちゃん。あざといって、私あざとくないもんな。あざとくないですよ、ぷーちゃん。結構かなりドライなんでね、冷たいです、ちょっと。はい、置いとくね、おもちゃ。なんかじゃあもうせっかく皆さんにお誕生日もお祝いしてもらったし、なんかコメント拾う時間にしようかな。もうみんな可愛い。私も私も入れてください。うん、めっちゃ金色のやつ狙ってました。ちょっと狙われてるかもって思ってた。いいやろ、アイスは人間に生まれ変わって一緒に乾杯しようね。なあイブなあ、人間に生まれ変わってよ。趣味なんですか。趣味ね、結構趣味があんまりないタイプで、なんやろ。あ、でも最近めっちゃ YouTube はほんまにめちゃめちゃ見てて、うん、なんか YouTube から情報をいただいてます。ほぼほぼ YouTube 見て過ごせるぐらい。ん、何、はいはい、クロフェス強制終わったの。強制まだ終わってない。でももうすぐ終わる、嬉しい。あと1ヶ月ぐらいで終わるといいなって思ってます。人間は人間にしか生まれ変われないらしい。ビール好きなんですか。ビール一口目が好き。あともう一口でなくなる、一口でなくなるよ。飲みました、ごちそうさまでした。ママ飲んだよ全部。すごいすごいやろ。飲みました。もうビール絶対ぬるいや。正解、ぬるくなってました。本当によいしょ。はあ、お腹いっぱい。あ、ネオちゃん、ミルキーちゃんおめでとうございます。やって、ネオちゃん、ネオちゃんが見てくれてるよ。ネオちゃんありがとう、嬉しい。可愛くていい子、本当にネオちゃんは。ネオちゃんありがとう。記憶がなくなるぐらい飲んだことある？ない、記憶とかなくならへん。めっちゃ気持ち悪くなるから。リップどこの？
これめっちゃ可愛い。うん、ファンの方からもらってコスメデコルテザ・ルージュLRD ザ・ルージュ RD 452番。これさすがに映らんやんな、うん、無理か。コスメデコルテのねザ・ルージュレッド452番、めっちゃ文字ちっちゃかったですに、それに今日はこのクラランスのオレンジのやつをね重ねてオレンジのリップにしてました。こんな感じ。やっぱこれさ最近なんか使ってなかったんやけど、また最近使い始めてリップオイル05番やっぱいいよな一周回って2周3周ぐらい回ってるかもしれんけど、なんか眠ってたのを掘り起こしてきて使い始めたらやっぱりいいなってなったよね。これさすがね、さすがプロが選んだもの。クラランスを重ねるんだ、かわいい。ありがとうございます。あーじゃあ、あ、次も生配信しようと思ってる日がを決めました。もうなんと、明日、明後日、し明後日、私のそのオンラインライブ&トークのみゆきの部屋あるじゃないですか。あれ、こちらは FC 限定なんで、ちょっとFC に入ってるファンクラブに入ってる方しか見れないイベントなんですけど、それが終わった次の日23日にあの皆さんからお誕生日のプレゼントが届いているらしく、続々と来ているよということで、それをあの開封生配信しようと思ってて、なんで何時にしようかな、15時ぐらいから開封生配信また生配信なんですけどやろうと思ってます。うん、なんでそれを皆さんぜひ見てほしいです。ファンの方からいただいたプレゼント、はい、プレゼントを開封して、あ、何やっていうやつあれなんか見るのめっちゃ好きでやってみたかったん。そうだからやってみたいと思います。お手紙送ります。多分間に合わないよね、分からへん。間に合ったらいいけど部活で見れません。平日、しかも平日やもんな、4連休明けの平日のお昼に生配信するっていうちょっとあれなんですけど、でもアーカイブか、まあ後ほど動画にするとか何かしら残すと思うので安心してください。うん、楽しい連休になる。ありがとうございます。じゃあ今日は本当に皆さんお祝いしてくれてありがとうございました。本当に幸せな一日になりました。次は23日にそのプレゼント開封配信するので、よかったら見てください。じゃあ今日はありがとうございました。ハッピーバースデートゥーミーということで、バイバーイ。今年27歳の私も皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。あれ？どこや？バイバーイ、ありがとう。